エンジニア、マーケター、デザイナーの案件探しなら DYM テック、希望の働き方に合わせてご案内します。詳しくは概要欄をご覧ください。はい、ということで今日は大物スペシャルということで川端さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、ちょっと簡単にご自己紹介お願いしてもいいですか。私株式会社ブランディングエンジニアっていう会社の代表をやってる川端と申します。会社としてはフリーランスエンジニアをマッチングするような企業にリソース支援をするような事業をやらせていただいております。今おいくつでしたっけ。何年生まれですか。僕平成元年です。89年。そうなんですよ。僕の1個上なんですけれども、すでに会社は上場しており、若くして大金持ちになった人と見かけ上の BS ですね。今日撮影してるのが1月の14かな。昨日もなんかクォーターの決算かなんか発表しましたよね。あ、そうそう、はい、やっとなのでそれも喋れるかなって思います。あ、そうですか。逆に純増ですみたいなのは見ましたけど、四半期で20何億とかですよね、売り上げが。だからまあ単純計算100億弱みたいな感じになるってことですよね。そうですね。すごいな。いやいやいや、もう上には上がいるね本当に。まあ今回いろいろ伺いたいなと思ってるのは、川端さんの特徴というか動画的な特徴で言うと、平成生まれで上場している創業社長ってあんまいないですよね。結構知り合います？最近やっぱ増えてますよね。全然僕より若い彼とかも何人かいるんで、それこそエニーカラーの辰巳君とか、友人ですけど M&A 総研の相模とか、いろいろ増えてますよね明らかに。僕が知ってるのはその2人プラス川端さんなんですよね。ありがとうございます。はい、平成生まれで若くして上場するっていうのはすごい大変なことだと思うんですよ。なのでそこにちょっとスポットライトを当てたいというか、上場企業の社長で言ったら世の中に何千人っているわけじゃないですか。いっぱいいますね。はい、上場するのには何年もかかるわけじゃないですか、準備期間が。はい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 、でその間にいろいろ大変なこともあったと思うんですよ。はい、特に、まあ、別に30代の社長だって同じことかもしれないですけども、比較的世の中を知らないじゃないですか、はいはいはい、若いと。その時にいろんな大変なことってあったんじゃないかなっていうところを、はい、ちょっとね、チャンネルとして聞きたいんですよね。起業したのっていつなんですか。起業したのが2013年10月とかなんで、今から約9年とか。あ、そうなんだ。はい、学生企業ってことですよね。あ、です。僕は大学院の時に会社を始めました。はい、あ、そうなんですね。はい、電通大ですよね。あ、そうです。電通大って調布にあるやつですよね。あ、そうです。なんか唯一、はい、地名がつかない国立大学とか言ってめっちゃバカにされるんですけど。いやいやいや、僕だって地元調布なんで。あ、本当ですか。はい、おー、まあ、だからなんだって話なんですけど、まあ一旦いいとして。はいはいはい、起業したきっかけ何なんですか。結構今日ぶっちゃけ何も言おうと思ってるんですけど、割と勢いみたいのが本音でして、うちの CEO の高原っていう人間がいるんですけど、その中高原と出会っていつの間にか仕事が始まってて組織ができたってみたいな感じで、本当に初めはただの受託会社、資本金10万円で作った受託会社で、で当時はそれを、まあ、受託で貯めたお金で自社事業を作ろうみたいなっていう完全なよくあるパターン。受託開発的な感じですか。あ、そうです。おっしゃいます。あ、なるほど。あ、じゃあご自身でもエンジニアをやってたんですね。あ、そうです。はい、その仕事を取ってくる人は川端さんじゃなくてもう一人の。どっちかっていうと僕がセールスをやってて、はい、彼もその幼少期からずっとエンジニアやってたので、はい、彼が主に開発はしてました。セールスどうやって獲得するんですか。いや、本当に昔の10代後半からとかにお世話になった先輩方にもひたすら頭下げて、なんかちょっとこういう風に始めましたね、仕事くださいみたいな。それで受託で開発で売り上げがある程度こう軌道に乗ってだから自社プロダクト始めたみたいな。いや、まあ、それでいうともう全然そんなことはなくて、もう全然公開してる情報なんであれなんですけど、1期目が本当に1000万ぐらいかな、うん、で2期目が6000とかぐらいの本当に全然大したことない規模で。でも受託開発ですよね。はい、それほぼ粗利ですよね。まあ、粗利ですけど全然みたいな感じなんですけど、うん、2年ぐらいした時にあるそれこそ IT 業界の重鎮たちに軽井沢旅行みたいに連れてってもらって、まあ、そこで誰でも知ってるような某大企業の社長がその人の流れを聞いたと。なんか要は元は俺受託会社だったけど、うんうんうん、僕らも実はリミングデッドになりつつあって、というのも自社事業途中はやろうはやろうにしても結局受託にすごいリソース取られるんで、うんうん、なかなか立ち上がんないみたいなのをすごい受けてたんですよ。なんかずっと気持ち上モヤモヤしてて、で当時2期目にはもうすでにベトナムにもオフショア拠点も開発してて2、30人ぐらい体制がいたんですよ。でなんかリビングデッドしてるなと思ったタイミングで。リビングデッドって念のため意味聞いていいですか。とにかく生きることはできてるけど大した成長できてないなとか、自分たちが何のために起業したんだっけみたいにもう一回考えないといけないみたいな感じになっていて、その先輩に後押しされて、お前それ勢いだからみたいな言われて、ちょうど今から5、6年前ぐらいに僕と高原とバイト一人にしたっていうか、から今の事業を始めたって感じ。
あ、そうなんですね。じゃあ大学院生活も含めて5年間ぐらいは年商数千万ぐらいの受託やってたみたいな感じ。初めの2年間だけが数千万ぐらいで、たまたまその自社事業に切り替えて1年目からその月から次に売上が 3.8 億ぐらいになって、その自社事業って何ですか。今のメインのなんかミッドワークスっていう事業があるんですけど、はいはい、その事業に切り替えたみたいな感じ。それどういう事業なんですか。今じゃもうフリーランスとかってめちゃくちゃいると思うんですけど、なんか僕なんかインターネットを始めたきっかけにすごい好きなのが、非合理的な常識っていっぱいあるなっていう。で、合理的な非常識を常識に変えていくみたいな考え方がすごい好きで、それこそなんか昔って e コマースってなんか要は危ないとか、なんか散々テレビ叩かれてるじゃないですか、クレジットカード上の本盗まれるとか。でも今やめちゃくちゃ便利だから使うみたいな。でその中で僕がすごい思ったのはフリーランスの働き方だなって思ったんですよ。2008年ぐらいスマートフォンがバーッと出て、でウェブサービスの需要が急激に増加した時に、当然のように IT エンジニアのニーズが高まったと。国内においてフリーランスの最大のデメリットって何ですかってみんな挙げると、明日仕事がなくなることじゃないですか。この国内って労働法がすごい厳しくて雇用が守られているので、かつなんか直前とかによく、まあ、あるあるのシリコンバレーとかいろいろ回った時に、明らかに物価差はありつつも日本年次の年収って低いなって僕思ってたんですよ。じゃあどうやってあげるかっていう時に、人材の流動化を高めることだなって思って、じゃあその合理的な働き方として、まあ、フリーランスの働き方をしよう。フリーランスだけど安心安全で働きながら、まあ、案件も供給できる、かつその企業側にもちゃんとリソースを提供できるみたいな、まあ、全員がウィンになるような仕組みを作れたらいいなってのを始めたら、たまたまエンジニア側の満足度が取れたみたいな感じ。それじゃあ3年目4年目ぐらいがそういう。あ、そうです、おっしゃいます。でその段階でちょっと上場を目指してみようかなみたいなのが、その合宿きっかけになったみたいな。僕からするとなんか当時起業した時なんて上場なんて神がやることだと思ってたんで、まあ、そんな夢のまた夢みたいな。でまさに合宿の時とかになんかちょうど受託を辞めるから、初めてエクイティファイナンスをして、エクイティファイナンスをする先に基本的にエクジットしないといけないと、はい、エクジットがまあ僕が知ってる限り M&A か IPO しか僕はないと思ってるんですけど、僕の中で M&A に対してのマインドがそんなになくて、まあ、僕はだから中長期で組織を作っていくのがすごいワクワクするし楽しいみたいなタイプなんですよ。でまずその自分の感情論でもそっちが楽しいのと、僕だって創業からずっとブランディングエンジニアって会社もやってるんですけど、エンジニアの価値を向上させたいって言った時に、まあ、分かりやすく、まあ、そのエンジニアの給与を上げたいなと思ったんですよ。給与を上げるって分かりやすくなんかお客さんからの売り値を上げることじゃないですか。ってことはいいお客さんとの取引を増やして客単価を上げるとかが一番大事だと思うんですけど、まあ、その上で、まあ、その余震ってめちゃくちゃ大事だなって、まあ、僕らB2B でのすごい気づいていて、この市場って、まあ、おそらく流行ってくるであろうっていう自信があって、その中でエンジニアの領域って今 CPA やばいじゃないですか、広告獲得単価で。結局仕入れ単価が上がっていくには上の単価も上げないといけない。ただここってよく多重請負構造がすごい激しいみたいなのが、まあ、闇としてある中で、プライムが直接取引できていいお客さん取引できる会社しかエンジニアにメリット提供できないなと思ったんですよ。だから1秒でも早く規模は関係なく、その資金調達というのも事業のために、まあ、その上場しようみたいなのがすごい強かったって形です。まあ、要は上場すると上場企業と直接取引しやすくなるから、結果エンジニアの還元率も高くできるよねみたいなことですよね。あ、そうです。そのタイミング、要は先ほどの合宿のタイミングぐらいから、はいはい、まあ、そういうのを意識し始めたっていうことなんですか。まあ、正直そこまで考えてたかっていうと全然そうでもなくて、まあ、ただその調達した先に M&A、IPO で考えた時に、 IPO の方がどう考えても合理的な選択肢だなと思って進めた。なるほど。でそこから準備に入るわけですよね。はいはい、結構大変でしたでしょ。いや、もう地獄でしてすごく遠回りしたので、はいはい、まあすごい大変でした。先ほどのミッドワークスっていう、はいはい、まあ、要はエンジニアの教育サービスみたいな感じですか、それとも仕事を渡してあげるサービスですか。仕事とかつなんか例えばフリーランスになったら要は何困るか、例えば確定申告めんどくさいよねとか、はい、いろんなのバックオフィスめんどくさいよねとか、はいはい、そのフリーランスになると正社員時代はすごいいい福利厚生、まあ、だから保養所もあったりとかいろいろあったみたいなのを、いろんな福利厚生サービスと連携することによってフリーランスだけど社員みたいないい働きができるみたいな。で僕らはそのエンジニアに対して企業も紹介する。でまあ、今ってフリーランスのコントロールだったりマッチングできるエージェントっていうのはすごい少ないんで、そこを僕らが介在価値を高めて、営業職の方って年収交渉とか超うまいと思うんですけど、エンジニアの方って普段向き合ってるのがパソコンなんで、対人コミュニケーションがもちろん確率論的に低いじゃないですか。
なった時に僕ら間が入ってあげることによって、まあ、彼らの給料も上げやすくなるし、彼らが求めてるキャリアとかも追えるようになるよねみたいなのをなんかやってる感じです。その事業を主軸にして上場目指されたんですよね。あ、そうです、そうです。大変って何が大変だったんですか？一番は個人的にもう完全にガバナンスっていうのが本音で、創業期なんて、まあ、ほぼ僕ら学生企業じゃないですか。で、学生企業の人間からすると今の世の中の労働法ってクソくらいみたいな感じなんですよ。例えばそれこそ僕ら創業期実はあけぼの橋っていうとこで創業したんですけど、当時かって、まあ、不夜城って呼ばれてて、まあ、みんな寝泊まりしてましたし、まあ、朝まで働くみたいな感じのが普通だったんですけど、そうするとなんか鼻息荒い若手がすごいいる中で労働法とかもすごい守んないといけないみたいなのが、まあ、彼らにとってはすごいナンセンスだよねみたいなので、やっぱ分かりやすく組織崩壊したんですよ。それが一番大変でしたね実は。あ、そうなんですね、はい、売上云々よりかガバナンスっていうところ、まあ、要は、ガバナンスっていう、まあ、会社のメンバーがちゃんとこう管理されてしっかり働けるちゃんとした環境みたいなところですよね、要は。そうですね、そうです。今の多分上場審査の大きなポイントって、うん、なんかそういう売上規模とか、 なんかそっちとかよりも完全にガバナンスにすごく寄ってるので。遠回りしたっていうのは何を遠回りしたんですか？無駄に受託期間があったりとか、結局上場までに3年ぐらいちょいかかったので、本当はそれこそ当時まだ訴求監査っていうのができて2年ぐらいで進めようと思えばできたのも、訴求監査は間に合わずやったので、すごい大変だったりとか、まあ、お話し出すとキリがない話がいっぱいあるんですけど。まあまあそうでしょうね、はい、よく最短で3年ぐらいって言われるじゃないですか、はい、そういう意味ではそこは最短でいったんですね。今多分の時代は最短が3年だと思う。3年できたら多分すごい今の時代いいと思うんですけど、当時早い人だと2年半とかでできたんで、はい、その上場するタイミングについて、はい、その瞬間について、はいはい、聞きたいんですけど、監査法人だったりとか証券会社とのやり取りで、はいはい、まあ、最後までできるかどうかわからないっていう期間が続くわけじゃないですか、はいはいはい、もちろんです。で最後、まあ、合格発表みたいな感じで承認されましたみたいなのを言われるわけですよね、はいはいはい、その時の気持ちをちょっと知りたいです。もう早く公開されたいというか。ああ、そっかそっか、公開されるというか承認されるまでの期間1ヶ月があるんでしたっけ？そうなんですよ、はい、承認してからこの1ヶ月間があの地獄の時間って、多分一番地獄の時間って言われてて、はいはいはい、承認された社長が一番忙しいんですし、メンタル的にもかなり来る1、あ、そうなんだ、1ヶ月だと思いますね。それなんでですか？1個目が倍には言わないですけど、1ヶ月間の中で取り消しになっちゃう会社もいる、結構いるんですよ時々、まあ、実際 3% ぐらいいるのかな、3から 5% とか。内容によっては下手すれば数年間そこから上場できなくなるみたいなのが発生するんですよね。だからそのタイミングってそれこそその過去元従業員とかの投商に対するようなんだろうな、嫌がらせとかめっちゃ起きるんですよ。でかつ労働省っていうのをやるんですよ。なんか要は承認された後に機関投資家って言われる方たちとなんか1週間ぐらいかけて、僕らこういう会社ですだから株買ってくださいみたいなコミュニケーションするんですけど、その期間がとんでもないぐらいフルアポなんですよ。結構本当にえぐいんですよ。どんぐらいですか？30分刻みとかで1日7、8とか。やばいですね。それは社長がやる仕事なんですか？僕の会社は数千億とかで公開してるような会社さんとか絶対 CFO がやってるのかもしれないですけど、僕は基本これ全部自分一人でやった、うんうん、CFO のやる仕事だと思ってました。それは CFO が必要ある会社って実はほぼないんですよね。あ、そうなんですね。僕から言わせてもらう、トヨタクラスだったら絶対意味あるんですけど、うん、じゃないとあんまり機能しない、うん、なるほど。それなんでですか？ CFO と管理部長って大きく違うんですけど、うんうん、管理部長って言われる人たちっていうのは、うんうん、まあ、上場における審査を監査法人とかと一緒にやっていくっていう作業、うんうん、はい、まあ、これは逆に言うと超必要です。そうですね、逆に言うと、うんうんうん、ただ、まあ、世の中で CFO と定義されてる人たちって、うん、M&A をするだったりとか、うん、それこそ資金調達をするみたいな、それ結構ファイナンスの方にすごい寄ってる方たちだと思うんですけど、うん、まあ、そもそもそのファイナンスの価格設定とかもある程度分かってますし、公募価格とかが変わるわけではないので、うん、まあ、そこの用途もないですし、地方によって何かが変わることってあんまないというか、給料払うほどのバリューが出せる仕事がないよねっていうことですよね。あ、そうです、おっしゃる通りです、それでアポを組みましたと。その1ヶ月が地獄なのは、そのアポだったりとか上場予定ですっていうのを1回オープンにされるわけですよね。あ、そうです、おっしゃる通りです。で本当に承認されるのがその1ヶ月後だから、そのオープンにしてからみんな、あ、ここ上場するんだってなって、その1ヶ月の間でめちゃくちゃ忙しくなるし、なんか嫌がらせされる可能性もあるしみたいなことってことですよね。いや、そうです、はい、かつなんか僕って2020年7月に上場したんですよ。だから世界で2020年2月ぐらいで国内世界含めてコロナパニックになったんですよ。いや、確かに確かに、すごかったんですよ。で本当は僕らゴールデンウィーク明け上場ってだったんですよ。ただ数ヶ月東証が止まったんですよ。発案件みたいな感じになってて、コロナ後の
でかつだから公募価格っていう証券会社がつけるディスカウントもマーケットが不安定だったんで、かなり割安にせざるを得なかったんですよ。結局初値がとんでもないから吹いちゃうんですけど、吹いちゃうっていうのは公募価格が極端に安く設定したがゆえに、はい、本来、まあ、コロナみたいなのが上がったらもっと高い公募価格で出れてたものを低く設定されたから、ただコロナで結局行われたのって金融緩和じゃないですか。で金融緩和も相まったりとかして公募価格の何倍にも株価がついちゃった。なるほど。だから売った川端さんがめっちゃ損するパターンってことですよね。あ、そうですね、そうですね、うん、会社としても資金調達全然できないし、うんうん、しかも公開されてる情報なんですけど、僕の見入り1000万あるかないか。え、はい、上場した時に。そうです、そうです。だから多分僕自分でもなんですけど、全上場企業の社長の中で一番お金がない上場企業、うん、これ本当にない。言える範囲でいいですけど、はい、上場するまでの役員報酬いくらぐらいだった。ずっと2年間15万次2年3年から40万。月ですよね。そうです、そうです、はい、したら結婚とかして家を買うみたいになって、うん、住宅ローンマジ通んねみたいな、うん、言い始めて、じゃあさすがに90万1000万超えないとやっぱ話にならないらしいってなって、90万になって、ずっと90万です。その90万時代の時の利益も当然数億円とか出てるわけですよね、はい、ほぼ投資に回したんで、まあ、その出そうと思えば出せたけどみたいな感じなんですね、うん、で上場するタイミングで、まあ、言える範囲で株の比率どんな感じで、どんぐらい放出したんですか市場に。なんか四季報上とかだと減ってるようにめっちゃ見えるんですよ。でもなんかお金がなさすぎるんで、僕らって株を担保にしてお金借りているんですよ。だから私担保にしてるお金って、なんかよくカスドティとかなんかいろいろ信託窓口があるんですけど、信託に移してるんですよ、うん、そうすると表面上僕の名義からは株減ってるんですけど、単純にあれ移してるだけなんで理論上株は特に減ってなくて、今2人で多分 70% ぐらいあるかな。あ、そうなんですね、はい、最初上場直後の時価総額どんぐらいだったんですか。上場直後はそれこそ200億とかバンみたいな、あ、初値がドーンとついちゃって、初値がすごかったのか。公募の時のあれで出るわけですもんね、入ってくるのは。そうなんですよ。じゃあ公募は時価総どんぐらいで。ぶっちゃけ30億弱とかです。20何億とか、はい、だからそのもう全然話にならない。でもただ今年すごくマーケット悪いじゃないですか、はい、なんか最近上場した銘柄とか、去年12月に上場した銘柄って実は最終ラウンドのダウンラウンドがほとんどなんですよ。この時低かったおかげで今ちょっと全体下がってるけど、下がってない風に見えるみたいなことですか。まあ、かつたまたま良かったのが、結構あのタイミングってコロナ特需で一気に数字がついて上がれた会社も実はいたんです。その結果コロナ特需が終わってからすごい売上のグロスが落ちた会社っていっぱいいて、まあ、結局グロス市場って最低でも年次の成長率 30% 出さないと話にならないんですよ。逆に 30% 以上コンスタントに出し続けてる銘柄っていうのが、まあ、俗にあるテンバガーってやつになるんですよ。で僕らも上場してからの成長率がすごく高くて、去年とかも 60% とか成長してますし、まあ、今年も比較的かなり高い成長率で一応市場にはこうなりますよっていうのは出してるので、まあ、それがすごくたまたま市場に評価していただけてみたいな。なるほど。じゃあ公募30億とかだと確かにちょっと見入りはほぼないみたいな感じですよね。ないないですよ。お金持ちになりたい社長は絶対上場しない方がいい中途半端上場とかすると付き合う方もやっぱり多少は変わるじゃないですか、はいはいはい、で付き合う方のキャッシュフロー激しい方がやっぱ多いんで、うん、明らかに単月個人 PL はドマイナスなんですよね。付き合う方の個人 PL っていうのは、要は金遣いが荒い上場社長とも付き合うからっていうことですか。金遣いが荒いっていうわけじゃなくて、単純に、まあ、超極端な話、うん、僕が普段学生の時に会ってたような人と、うん、じゃあ上場企業の社長だったら行く店もそれは変わるじゃないですか。まあそうですね、まあ、時々先輩だから奢ってくれますけど、うん、じゃない限りはやっぱ割り勘で払うんで、まあまあまあそれは役員保証上げればいいだけなんじゃないですか。あと接待交際費だってある程度は融通効くでしょうしって思ってたんですけど、現状は枯渇じりじりしてる瞬間が結構ワクワクするんでみたいな、結局意味ないんですけど、そういう性格なだけかもしれないですよ。利益は出てるわけなんで、本来だったら個人の収入がそんなに入ってこないけど、そのキャピタルゲインでガンと資産があるからお金は大丈夫みたいなのが一般的な上場社長のイメージなんですけど、はいはい、川端さんの場合はコロナのあれも相まって、はいはい、最初に上場直後に入ってきたお金があまりにも少ないからあんまり意味ないまま上場社長の給料を今もらってるから、あ、そうです、そうです、そんなに潤ってる感覚がないっていうことなんですね。でも全くないです。結局あとなんか上場社長のあの BS ってもう格というか、例えばじゃああの 30% なんか持ってますみたいな、 30% なんて売れないんで当たり前のに、しかも売っていく中でもはや株価が超落ちるんで、それ当たり前のように社長が売ると社長が見放したんじゃないかって思われて落ちるっていうことですよね。多少の売り出しは実は不動株っていうのが増えて、むしろ投資家によってはすごいポジティブなんですよ、はいはい、極端に売っていくとそれ当然のように株価が落ちてくるんで、上場企業の社長なんてあれはもうまやかしですよ。世間が思ってる以上に多分お金持ってる人いないと思います。
絶対に上場。でもその、はい、資産で言ったらいわゆるいやそのお金にならねえよと言うかもしれないですけど、一般的に資産で言ったらその時価総額に対しての持ってる株のパーセント分は資産あるわけですよね、まあ、理論上ですね。理論上は、はい、じゃあそれをキャッシュにしたいってなった場合にどこまでキャッシュにできるのかって一番今本気出したらどんぐらいだと思います？10億ぐらいは入る。10億ぐらいですか。理論はどんぐらいなんでしたっけ？理論は70ぐらいですかね。70億円の資産を今持ってると、はい、だけど本気出してキャッシュを得ようとしても言うても7分の1の10億ぐらいが限界みたいな感覚ですか？ぐらいで考えといた方がいいんじゃないまあぶっちゃけそこぐらいまで落ちたら、言葉で言うと多分ブロックトレードっていうのがあって、なんかまとめて買ってくれる投資家いたりとか、それこそ上場企業同士の TOB とかも全然要は別にねある程度話すができると思うので、まあ変わるかもしれないですけど、ね、会社ごともそのまま買収されちゃったらその分まるっと入るわけですもんね、ある程度、はい、上場して付き合う人変わるって言ったじゃないですか。どんな感じで変わりました？